マヌエル・アルシデス・アコスタ・モリーナは、パナマのコロン県コロン出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。2019年現在は、メキシカンリーグのレオンブラボーズ所属。1998年1月6日、16歳の時にドラフト外でニューヨーク・ヤンキースに入団。約6シーズンをマイナーで過ごした。2003年7月24日に放出された。 2003年7月29日にアトランタ・ブレイブスとマイナー契約を結んだ。ブレイブ追跡後はマイナーリーグにて主にリリーフとして登板した。2006年開幕前の3月に第1回 WBC のパナマ代表に選出された。この大会では0勝1敗、防御率5.01だった。シーズンではダブル A とトリプル A で51試合に登板し、 防御率3.30を記録した。2007年はマイナーリーグで40試合に登板し、9勝3敗、防御率2.26、12セーブの好成績を記録。8月10日にメジャー初昇格し、2日後の8月12日にフィラデルフィアフィリーズ戦でメジャー初登板を果たした。初登板から9.2回を無失点に抑え、8月29日には初ホールドを記録した。 最終的には21試合で防御率2.28の成績を残してシーズンを終えた。2008年は開幕をメジャーで迎える。シーズン最初の当番で4失点と出花をくじかれたが、その後10試合連続で無失点に抑えるなど徐々に持ち直し、5月終了時点ですでに前年を上回る27試合に当番し、防御率2.83をマークしていた。 しかし6月に入って11試合中6試合で失点するなど調子を落とすと7月には左のハムストリングを痛めて故障者リスト入りすることになった8月24日のセントルイスカージナルス戦でメジャーに復帰してからは5試合を無失点に抑えトータルでは46試合防御率3.57でシーズンを終えたこの年はホイップが1に4 0だったが得点圏左率。 216とピンチで粘ったため、防御率は3点台をキープした。2009年は開幕をマイナーで迎え、5月22日にメジャーに昇格する。昇格後7月の序盤までは好調だったが、8月には不調に陥り、一旦マイナーに降格する。その後メジャーに再昇格するも、シーズントータルでは前年より数字を落とした。 2010年はスプリングトレーニングで乱調だったため、長年在籍したブレーブスからアウェーバーにかけられた。メッツ時代2010年3月30日にニューヨークメッツへ移籍。開幕時点ではマイナー契約だったが、4月中旬にメジャーに昇格。シーズン初登板でこそ3失点を喫したが、その後は無失点でしのぐ試合を重ね、結局シーズンで投げた41試合中。 失点したのは7試合だった。しかし、この年はランナーがいない場面での被打率。176に対し、得点圏被打率。324トピンチの場面で踏ん張れなかったため、3点以内のリードで起用された回数は5試合だけで、25試合はチームがリードを許した時点での起用だった。2011年は44試合に登板した。2012年は登板数。 イニング数、脱三振数、被安打数などの部門では前年とほぼ同様の数字を残したにもかかわらず、防御率は6点台と著しく結果が悪く、オフに FA になった。11月に母国パナマで開催された第3回 WBC 予選のパナマ代表に選出され、2大会ぶり2度目の選出を果たした。大会終了後の11月30日に FA となった。 2012年12月20日、読売ジャイアンツへの入団が発表された。2013年は、オープン戦で8試合に登板し、防御率3.38ながらにセーブを記録。開幕を一軍で迎え、抑えとして期待がかかったが、開幕から6日後の4月3日に、右肩筋を損傷。翌4日に登録を抹消された。十一月三十日、球団から、 自由契約が発表された。12月2日に自由契約公示された。2014年3月29日にメキシカンリーグのメキシコシティレットデビルズと契約した。2016年9月23日に自由契約となった。2017年12月4日にメキシカンリーグのオアハカ・ウォーリアーズと契約した。2017年2月7日に自由契約となった。 2月20日にメキシカンリーグのモンテレイ・サルタンズと契約した。2018年もモンテレイ・サルタンズと契約したが、8月16日にメキシコシキレット・デビルズへ移籍。2019年はレオンブラボーズと契約。投球時の独特の構え時速 150km を超えるストレートが持ち味。同郷のマリアノ・リベラに習ったお辞儀をするように深々と体を折る。独特の構えから。 セットポジションに入り、フォークとチェンジアップで緩急をつけ、キレのあるスライダーも武器とする。コントロールに難があると評されており、メジャーでの通算よし、休率は4.25である。親しみやすい性格で、2010年は当時のチームメイト、高橋久のらともロッカーで、よくコミュニケーションをとっていた。ありがとうございます。